ってみるもんだねってか。本当ですね。はい、回りました。はい、皆さんこんばんは。女優小野由利の映画の話をしましょうよのお時間です。さて本日は先週に引き続き12月12日に新作映画ブライの公開が決定しております井筒監督に来ていただいております。本日もよろしくお願いいたします。はい、また来ました。はい、コーヒー飲ましてもらいました。いえいえ、むしろ持ってきていただいた形になってしまって、はい、いいいい恐縮でございます。はい、いいんです、はい、うん、ありがとうございます。12日から公開だから。はい、そうなんです。もう今日か明日か。そうです、そうです。そしてさらに監督のお誕生日じゃないですか。12月13日とお伺いしてますが。そんなんどうでもいいですよ。もうそんなんもう俺ね、誕生日なんかね、はい、めでたくもなんとも思わないの。そうなんですか。よく生きたねって。よく生きたね。それ自分ではあんま言いたくないね。要はね、生かされただけのことだからと僕は思ってるんですよ。そうなんです、ね、自分で生きたなんてね、そんなね、はい、おこがましいことは言いたくないな。生かされたんだよ、はい、周りにね。それだけのことだ。だから俺が ありがとうございましたってなもんだよな。そういうことだと思ってるんで。でも素晴らしい、ね、68年も生きてきたからね。まだまだこれからも。まだまだこれからも。いや、ほんま何回か死にかかったことはあるけど。そうなんですか。そらそうじゃ、やっぱりそれはさ、いや、あの時さ、こう、うん、ブレーキ踏んでなかったらこうだとかさ、 あの時こうしてりゃこうだったんだとかさ、はい、あの時あれ早めに病院行ったからよかったよなとか、なんかそれいろんなことありますよ、68年も生きてたら。そうですよね。生かされてんだねと思うんだけどね、いつも。はい、うん、割と僕は冷めてんですよ、はい、そうなんですか。だからなんかさ、ろうそく立ててみんなで祝いましょうっていうのは、うんうん、結構時々さ、はい、ゲロッパパッチギチームはさ、みんなやってくれるんだけどね、はい、高円寺か中野でいつもやってくれるんだけどさ、うん、今年はもうやってほしくないよ俺。いやー、でも公開日あれどうなんですか。舞台挨拶とかも考えられてる。舞台挨拶でやるよ。行きますよ。どちらで、どちらで。新宿も行きます、はいはい、それは池袋も行きます、はい、新宿の系図シネマ、それからロサ、新宿、うんうん、池袋のロサ、うんうん、それからあと横浜も行きます、うん、あ、いいですね。川越は13日に行きます、はい、あ、本当ですか、うん、じゃあお誕生日の日ですから。じゃあもう内緒にしとしとかんと、もう、うっとしいからもう言われたくないんで。すいません、行きますよ。触れちゃいました。いや、できれば死に行きますよ。できれば木下宝華君だと行きますよ。あ、本当ですか。スカラザスカラザ、木下宝華ちゃん行くかどうか知らんけど、新宿と池袋のあたりは行きますよ。そうですよね、宝華も来るよ。たくさん出演者の方いらっしゃるから皆さんで、うん、まあ、3、4人、中村達也君、主人公のその一家の、はいはい、松君扮する、うん、EXILE の松君扮する一家の、うん、ヤクザ一家のその組長の兄貴、はい、兄貴の役だね、うんうん、実の兄貴の役です ね、 そうですね、まあ、もちろんヤクザ役ですけど、はい、うん、それを演じてくれたのがあのオーディションにわざわざ来てくれたその中村達也君。オーディション受けられてるんですね。オーディション組だったらしいんですよ。僕は知らなかったから。そうなんですか。で、後で聞いてびっくりして。雰囲気かなり違うじゃないですか。皆さん素晴らしい雰囲気をお持ちですが。彼うまいんだよね、うん、いや、もうファミリーの予告編にもね流れてますけどね。かなり、うん、グッときますね。持っていかれますね。そうなんだ、うん、なんかね、あの人勉強熱心でね、もう毎日のようにね、うん、シナリオを読んでましたね。本当に毎日のように、はい、本当に読むのが好きでやってるんですよ、はい、なんて言ってたから、なんか自分とにかく自分の役にのめり込もうとしてね、うん、あのやさぐれ感を出すためにね、はい、すごいですよね、まあ、なかなかやっぱりジャズのドラマでさ、うんうん、いや、そこまでなんか入れ込んでやってくれる人ってさ、うん、ちょっとびっくりしちゃいましたね。嬉しいですよね、まあ、ね、うん、彼は彼なりの悲壮な人生を、まあね、末路が待ってんだけど、まあ、ちょっと内緒だけど、うん、そうですね、あんまり触れついしまうと言いたくなっちゃうので、うん、でもなかなかいい兄貴っていうかさ、うん、弟の親分を支えるというかね、かなりやっぱり物語の骨太になる筋道の一つって言ってはないですか。彼のね、セリフの中でね、うん、いきなりそんなこと話してあれなんだけどね、男の仕事で命がかけられるのはヤクザしかないからなって、ね、もうそこ私多分メモしました。いいセリフだなと思って。男の仕事で命がかけられるのはヤクザしかないからなっつってね、はい、これ兄貴が
弟のその組長と姉さんに向かって、はい、あるいは周りにいるちょっと幹部のやつらに言うんだよね、はい、これはね、あのとある僕らの取材ノートから拾ったんですけどね。そうなんですか、はい、じゃあ実際に誰かが、あの弁護士さんがどっかの、うん、あのヤクザ組の弁護士さんが、はい、有名な弁護士さんがあの、はい、あの、NHK の BS のドキュメントで言ってたセリフですね。かっこいいですね。セリフというかその彼のその言動ですね、うん、それをあのシナリオに入れたんです。いや、うん、いや本当に考えてみたらね、うん、そのまあ、ヤクザ家業を、うん、に足を、うん、身を投じてですね、うん、足突っ込んで身を投じてどっぷり生きていくというね、うん、まあ、もちろん昭和戦後史なんですけども、はい、あのその身の投じるにはね、はい、やっぱりね根性がいるんだよね。やっぱり命がけの世界だから、うん、はい、あのやっぱり相手との弱肉強食の世界だからさ、はい、あのそう簡単にはさ話し合いで解決できないから喧嘩をしたり抗争したりするわけでしょ、うん、あるいはその仁義を踏み外したり、うん、そのまあ裏切ったりとかね、うんうん、その中でいざこざが起こるのがヤクザ社会でしょ、はい、そんなさお互いさ仲良くやっていきましょうなんてことはないわけですよ。ないですね。物語見ててもなかなかなかったですね。しのぎを削り合うってそういうことですから、はい、お互いになんかあの談合してですね、はい、あなたの組もうちの組もと共存共栄で仲良くしましょうなんて、うん、そんな市民社会じゃないんだから、うん、やっぱりさそれは弱肉強食 の、はい、あのサラリーマン社会じゃないんだからさ、うん、どうでしょ。そうですね、でもサラリーマン社会でも逆に言うと企業社会でもさ、うん、結局はさ、うん、あの会社よりうちの会社とかそれやっぱりライバル意識というか、うん、もちろん あんな会社潰してしまえなんてこう思いながらさ、うん、あの普段生きてる企業の人間だっていっぱいいるわけだから、はい、いますよね。そりゃそうじゃん。もうライバルの会社なんかさ、ね、うん、あそこなんかやればうちだろうっていう、それはそうでないとさ、うん、企業の仕事は生き残れない仕事が伝わらないんだからさ、うん、そうですね。だそういう意味ではみんな一緒なんだけどね、はい、とにかくそれでも、うん、ヤクザの社会はやっぱり、うん、あの命がけでないと務まらないと、はい、でそれはあの考えてみたらそうなんだよね、うん、いや僕もあのやっぱりね映画監督なんでね、はい、この命がけの仕事でも何でもないんだよ。そうですか。そうよ。こんなん明日いや死ぬかもわからんでなんてシーンがあるとしたらさ、はい、やらないですよ。もうあもうじゃあ中止でってなります。いや中止ってはもう言いきたくもないよそんなもんこんなん命がけでとか言われたらさ、はい、いや嫌ですよ。俺ヘリコプター撮影だって怖いぐらいだからね。それはどういうふうにあんまりしないのよ。まあ今はドローンでできるか知らないけどさ、まあ、ドローンの飛ばし方とヘリコプターはちょっと意味が違うんですけどね、うんうんうん、全然意味が違うんだけど、はい、ドローンはどうしてもドローンで撮ってるなってすぐ分かってしまうんだけど、わかります。映像のためのマシンですもんね。ヘリコプターはやっぱり違いますね。そうなのよ。あの映画で、うん、大切なことはちょっと話が飛んじゃうけど、いや映画で大切なことはね、どっから撮ってるか分からないまま物語が進んでいく話が、うん、を見ていくのが、うん、はい、あの映画のカメラアングルなんですよ、はいはい、これ、はい、どっから撮ってるとかさ、あこれドローンだろうとか分かってしまったらね、うん、もうそれは映画じゃないのよ。だからダメなんだよ。ヘリコプター撮影っていうのはね、はい、そうじゃないんですよ。実はね、うん、もう何でもないこの空間からスーッと降りていってさ、うん、はい、それであの岬の端までスーッと降りていって、そこに主人公が立ってる。そうヘリコプター撮影であのなんかいい感じで狙わない限り、はいはい、何回もトライしない限り、はい、あのカメラを忘れることはできないんですよ。ヘリコプターでも一緒なんです。じゃあカメラをその、はい、もう意識してしまうような画面になったら NG なんですよ、うん、難しいことなんですよ実は撮影が。すごく大変ですね。大変。それはその例えばドローンを、うん、あのなんか手を加えてカメラであったりとかを変えたりとかしても、違うんですか。そうはいかんのじゃん。そのなんだかやっぱりそのレンズが軽いレンズが乗っているせいもあって、はい、うんうんうん、重厚感が足りないんですか、ね、そうなんです。そのレンズにもよるんだけど、うん、その重たいっていうかすごいあのいいレンズなんかあのドローンのとこにはそう簡単にはつけれないんですよ、うんうん、だからそれなりのちょっとさ
や感じでしか撮れない。だからそれは際どいところまでスーッと天空からこう地上に降りていく絵は作れるけど、はいはい、でももうバレてるね。もうあこれドローンだろうとかね、あみんな分かってんだよ ね、 そうなんですね。だから僕はあんまり好きじゃないのよ、まあはい好きじゃないけど、そんなことするのあんまりしたくないんだよ。ゲロッパの時はね、ヘリコプター撮影しましたけどね、冒頭のシーン、ね、本当にあんまり好きではないけども、あの時は一日中やっててね、日が暮れましたけどね。そりゃそうですよね、いや、やっぱり時間かかりますね。でも結局今ちょっと話を戻しますと、はいはい、その男の仕事ってはね、うんうん、あの命がけでするもんなんてなかなかないんだよ。エベレストに登山するぐらいの人だけですよ。でもあれ登山家ってさ、仕事かなと思うとさ、ちょっと難しいところですね。違うでしょ、はい、別のもんでしょ。好きこそものの上手なれみたいなものはあるかもしれない。そうそうでも仕事じゃないかな。スポンサーから金もらっててもなんだかな思うけど、ね、登山家って仕事なのかね、うん、登山家いやなんか好きなものをこうそこまで山に登り詰めるまでできるっていうのは本当に羨ましくありますけど ね、 しけどねでもさでもさというか命がけですけど、いやだから命がけでする仕事って本当に何なのって考えたらね、そのいやあのその道の弁護士さんがおっしゃった言葉ってのはね、はいうん、とても重みがあるなと思ってね、うん、それで映画の中に入れたんです。やっぱりね、ヤクザって本当にそれ命がけでやるんですよ、うん、だからそれは相手との弱肉強食世界で相手とのまあね切り込みに相手と戦うわけだから、そうですね、いい構想するわけですからね。比喩としてありましたよね、本当に強い者同士のライオンと虎の話もありましたね。そうなんだ、強い者同士なら喧嘩しないよなって満腹同士は、うん、満腹感のあるやつはさ、もう戦う必要ない、全然戦う必要ないねって。それはちょっと社会をちょっと皮肉ためのセリフを作ったんですけどね。満腹同士だと人間っていうのは戦争起こらないんだよね。あで どっちかが、うん、どっち両方とも飢えてるからなんですよ、うん、だから戦争起きるんだよね。結局でも戦争自体も満腹な人が満腹であり続けるために起こしているわけじゃないですか、争い自体を。 そういうことそこにこうどっちかに加担をして、そういうことですよ。後ろにアメリカが満腹であるために続けるためによそに戦争を仕掛けたり、はい、あるいは目障りだっつって潰しに行ったりとか、はい、それをこう後ろから武器であったりとかを流すことによって、うん、結局どちらか敗者を作ってお金を生む、うん、形があるからこそ、まあ、ずっとハングリーな人がいてしまうんですよね。いてしまうんだよね、はい、でそれをなくすためには結局どうすればいいのっていう話になってしまうんですけど、いや当分に分けりゃいいんだよ、うん、ねみんながいやお互い分けてさ満足してくれればいいんだけどね、それ満足しないんだよな人間ってな。これ自分の国は一番潤ってたいと、自分の腹は一番潤ってたいと。本当にねこれ国家レベルの話になりましたね。そうなっちゃいましたね。この満腹感をね味わえない国はね必ず戦争を起こすんですね、うん、でそれがねお互い認め合ってね、うん、両方満腹になることを考えていけばいいんだけど、うん、それ人間も一緒でさ、うん、両方満腹だとさそれはもう虎もライオンも一緒ですよ、うん、そんなんだなんかもうお腹大きかったらさ、うん、そんなもん戦う気にならない。そりゃそうですね。お腹大きかったらもう昼寝したいぐらいの話ですよね。それでああいうシーンの虎とライオンのね、うん、興行のシーンも入れたんですよね。いい比喩ですね。いい比喩だなと思いました。そうやっぱりできれば2回見ていただきたいですね。ああそうね、まず監督の監督チャンネル、 YouTube の井筒監督の監督チャンネルを見ていただいて、見てほしいわ。ブライを見ると私はやっぱり何倍も楽しめましたし、一回見ただけじゃね主人公だけで追ってしまうからね。そうなんです。周りがさ、そうなんです、細かいこといっぱい言ってんだけど本当にすごい思いました。なかなか見えないからね、かなり見逃してるんですよね、うん、なぜなら多分その時代自体を分かってないからなんですけど、まあね、はい、描かれてるのは50年代からじゃないですか。56年から描かれてる、はい、なのでやっぱりそこの時代を余すことなく楽しむには事前情報があった方が時代を知ってる人は多分すっごい面白いと思うんですよ。うちの父に
力道山の話を聞いて監督の監督チャンネルを見てから聞きました。お前聞けよっておっしゃってたじゃないですか YouTube で、はい、でうちの父に力道山見てたっていう話を聞いて、うん、みんな見てんだ、みんな見てたよって。うちの父今は全然そんなプロレスを見てるの見たことなくて、あ、見てたんだと思って。でその頃はもうテレビも街頭テレビだったからみんな見て、いや強くてかっこよかったんだよっていう話を聞いて、必ずみんな見たんだよ、はい、でもあの井筒監督の YouTube チャンネルとのこの脳内でマッチングして、うん、面白くて、うん、あ、僕らもそれを小学校の時見たんですよ、はい、うん、あのみんなね、全部お父さんもそうだよ。そうなんです。映画で全部描かれてることって、うん、その当時を実際に体感した人、その当時の人にも見ていただけたら。でも今のこう若者は力道山なんか知らないけどさ、でもその力道山も実はあの在日の人だったっていうのがね、はい、後で分かった。僕らは日本人だと思ってた、はい、うん、そしたらあの在日の朝鮮人だったんですよ、うん、朝鮮から渡ってきたというか、はい、それで相撲界に入るんだけど、うんうん、でもあのやっぱり差別があって上に上がれないんですよ、はい、要するに西の関脇で止まってしまうのね、はい、出世できないね、うん、当時の差別 で、はい、でそれで彼はね一年発起して、じゃあ俺はプロレス行くよと、これからはプロレスだと。だってもうその頃初めてアメリカからプロレスというものが入ってきた、はい、そうなんですね、みんなプロレスだからそんな知らなかった。56年6年頃に入ってきたんですよ、はいはい、アメリカからそのプロレスというものが、はい、それでみんなが見たことないものが、プロレスリングってやつがね、で、はい、それでそれをよし俺はその世界に入ろうということで、はい、力道山は曲げを切って、それでその相撲界のしこ名である力道山という名前だけをそのまま残して受け継いで、しこ名ですよね、はいはい、要するにあの力士名だよ、うん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 、それでそのまま力力って言いながら力道山っていうそのままでプロレス界に入っていくの。そしたら日本のヒーローとして生まれ変わるわけですよ。それがこの戦後の、はい、まあ、あの高度経済成長を後押ししたというかさ、うん、みんなが頑張る、まあ、みんなあの働く気になったという活力になるわけですね。力道山が勝ったらさ、次の日はさ、サボらずにみんな会社行ったっつうんだから素晴らしいですね。やる気になるわけですね。うちの親父なんかもそうだったわ。本当に力道山は負けることないのよ。あ、負けることがないんだよ。もうそれはもう仕組まれたものだから、うん、当時は、当時はね、そんなね、はい、ガチンコじゃないんですよ、はいはいはい、あショーだからプロレスってな、はいはい、だからいくら日本テレビで始まったといえね、うんうん、それはねシナリオがいろいろあったんですよ大人の話をすりゃ、そんなことをさ俺らガキは知らないよ。知らないですよね。でお父さんらも知らなかったんだよ、うん、みんなで本当にさ勝ったっつってんだよ。ものすごく強かったって言ってましたよ。ところがシナリオだったんですよそれは。あ、いや、でもそれが当時、うん、日本人を興奮させたんだ、うん、で金曜日にやるから金曜日の生中継なの。あ、生中継なんですか。それで1時間しかやらないわけ、はい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 、厳密に言うと、まあ、50分間ぐらいですよね、はい、55分間かそれぐらいしかやらないわけ、うんうんうん、当時ね、はい、まあ今もそうだけど、うんうん、それのだからその中で3回戦うわけよ。あ、じゃあ17、8分ぐらい、まあ、そんな決まってないけど、だから1回目例えば勝つでしょ、はい、で2回目はつまり相手の外人チームが勝つわけだ、うんはいはい、アメリカのチームが、うんうんうん、ね、タッグマッチだと、はい、2対2でやると、うん、で1回目は日本チームが、力道山チームが勝ちました、はい、でうわー言うてコマーシャルが入った、はい、で今度2回目はカーンってなったら、うん、今度はもう向こうの外人チームが、うん、やってきて、いや勝った、勝っちゃうんですね、マッチプレーで勝った、うん、勝ったやろ。で次はさやっされ、いやいや、さあ決戦だ、手に汗握る。それが大体さ8時30分ぐらいなんだ、ものすごいゴールデンですね、35分ぐらいだ、はい、35分ぐらい8時が始まるから、はいはい、ね、それで35分ぐらいから今度3ラウンドがカーンって始まるんだ。でこれが最後のそのモンエアギリギリまで持たすんだ、うんうんうん、それで最後さ力さん勝つんだよ。
こんなシナリオはさもう当たり前じゃないですか。いやーそれはそれをさそんな時間通りにさ勝つなんてありえないわけやんか。ないですね、生放送でね。生放送だよそれをみんな当時の大人どもはさ、はいはい、もう俺ら もう当然だけど、はい、ガキも、はい、全くさそんなこと分からずに見てんだから。そうですよね、おかしなもんだよね。いやでもいいですね、すごいですね。小学校のそんなもん、はい、あれですよ、2年生とか3年生ですよ、うんうん、あロゴなもんじゃないそんなの分かんないですよ、大人の事情そんなの分かるかよって感じ、うん、そうちの親父だってさ30代後半だ、おいおい40ぐらいで、うんうん、全然分かってないのよ。そうですね、で勝ったっつってんだよ。それがあのシーンだよ。いやあの胸熱ですよ。冒頭のシーンだよ、うん、あの主人公のその貧しい少年がさ、はい、あの駅前にさ、はい、あのアイスキャンデー売りをしてる場面ですよ、うん、映画のポスターがね、はいはい、貼ってるわけで恨めしそうな顔してさ、うんうん、世の中に対してね、うん、俺もこれから生きていくんだぞっていう、そこのシーンです。その時に力道団をみんな見てるわけだ、うん、銅板を打った後に。銅板を打った後。そうなんですよね。そういうね、まあ、細かいことはいろいろ出てくるんだけど、まあ、いやだからこそ、まあ、勉強しなさいよ。僕の映画で割とね勉強できるようにできてるのよ、うん、はい私もそれで年表作ったんですよ。年表作った監督のチャンネルを見て待てよと、これはちょっと私話が多分なんかポロポロ抜けすぎてて、はいはいはい、存分に楽しめてないと思って全部ウィキペディアで年代ごとに、ね、特にさそのまあごめんいいいいその要はまあね、うん、その宣伝版のその、はい、DVD で、うん、まあご覧になったでしょ、はいはい、だからスクリーンで見たらねまたその入り方が違うよ。いやそうなんですよ。大きい画面で見るとねこれはもう丸ごと、はい、丸ごと挑戦的に入ってきますよ。いやもう私本当これをねぜひこれから見る人にお伝えしたいなと思ったのは、テレビ画面ではちょっとね細かい情報はさそうはちょっとパスしてしまうこといっぱいあるよ。いや何が違うってやっぱり総勢のキャストの数が違うじゃないですか、はいはいはい、今もうこんな400名以上だね、もう出演者が出る作品なんてもうないじゃないですか。ないね。それを考えると関ヶ原ぐらいじゃないの合戦ですよ合戦それを踏まえるとそのエネルギーはやっぱり映画で見ないと、そうなの、スクリーンで見ないもったいないです。ぜひそのエネルギーを全部浴びてほしいんですよね、映画館で。ちょっと大型のさ40インチとか50インチで見たところでね、うん、ところでなんですよ。ところでなんだよ。ところでなんです。やっぱりその細かいさその力道山 の、うん、とことこ部分とかさ、はい、やっぱり空気感が伝わってきて初めて、そうなんです。ああそうかこういう時代なのかってこう丸ごと、まあ、挑戦的にこう楽しめるんだけどさ、うんね、そこはすごいテレビじゃちょっと作り込まれてるじゃないですか、まあ、頑張りましたよ皆さん。本当にこの映画に関わる人って、うん、ずっと私も女優をしているので、うん、言われ続けてきたのは、うん、映画を愛する人はみんな怖いからねっていう、うんうん、小道具の人であったりとか、うん、小道具の人もみんな怖いんだよ。映画が好きだから。怖いんだよ。メイクさんも怖いんですよ。映画が好きだから。そうなんだよ。いい加減にしたくないの。そうなんですよ。みんなその作品の読み込んで読み込んで全部ちょっとでもいい加減なことするとさ役者にうるさいでしょ。あんたね分かってんのって言うじゃん。そうなんですよ。この髪飾りは右だった左だったってどっちなのよ怖いんですよ。つながりぐらい自分で覚えといてよ。そうなんですよ。立場ここだった違ったらちゃんと確認しなさいよみたいな。そうみんなそうだね。でそれはもう本当に映画が好きだからって言われてきたんですけど、それやっぱりそれはプロだから。はい、今作ブライを見てあ怖い現場だろうなって思いました。でもそんな怖くなったね実は。本当ですか。実はねみんなね、うん、なんか楽しんでやってたんですよ、うんうん、もちろん楽しい。それはねアウトローたち、うん、たちがやんちゃなねやんちゃな映画でしょ、はい、やんちゃ者がわー暴れ回ってさやれ構想だ、はい、相手の組に掛け合いだとかさ、はいね、で女引っ掛けるんだとかさ。そうなんですよ。もうそんなさバカな話ばかり出てくるわけやだからさ楽しいじゃんやっぱり。それでさ現場楽しかったですよ。そんな深刻さは全然なかったですよ。そうなんですね、うん、まあ、それは演技についてはね、うん
みんなそれはこだわってね、うん、何回もそれはやり直ししてたりしたけどね、うんうんうん、でもまあみんな若手はみんなようやってくれる、うん、リアリズムをどこまで突き詰められるかだからね。相当ですよね。あんまりねちょっとね、うん、大行な芝居は、うん、やってはならないっていう流れ、うんうんうん、リアリティ、映像はすごくリアリティがあふれる。それはね、うん、実はね16ミリフィルムで撮ってるからなんですよ。実はそうなんですか。これはフィルムで撮ってらっしゃるんですか。実は相当黄金を抱いて飛べ前回、はい、8年前は、はい、これは35ミリの、はい、パナビジョンで回したんです、はい、でこれもフィルムだったんです、はい、これもというか通常映画というのはフィルムで回すもんだから、はい、撮るもんだから、はい、でこれ前回の黄金を抱いて飛べの時は、はい、35ミリメーターで普通のでやったんですよ、はい、まあ言うたらスマホの、はい、この横幅の半分ぐらいの、はいはい、つまり35ミリあるんだけど、はい、その分ぐらいのフィルムで撮るんですね、うん、それは映画なんですよ、はいはい、通常ね、はい、で今はっていうか業界はもうみんなさデジタルカメラにな、うんはい、キャメラになってるから、うんうん、まあ、その言い方もねこれデジタルの場合はデジタルカメラっていうのよ、うん、で我々さフィルム屋はさキャメラっていうのよ。なんかロマンを感じますね。ここも違うんだよ、うん、我々は映画屋はキャメラっつうんだよ。おいキャメラ持ってこいっつって、おいキャメラこっちだとかこういうわけよ、はい、で今デジタルの時代になるとさこれ若い現場はさ、はい、みんなカメラっつうんだよ、うん、そうですねちょっと違うんですよ。ちょっと違いますね。ちょっとそこがちょっと2とさ、いや素人の違いだ。いやでも映画に関わるものは映画が好きですから、こういった小さなこのこだわりといいますか、はい、精神にあるものっていうのは胸熱になります。そう、でその胸熱さをさ、うん、今回も追求しようと思って、うん、それで産後のフィルムでやろうかと思ってたら、はいはい、富士フィルムがさ産後作らないっていう話になったんだ。これ作ってないんですよこれ。だからこれ容易にさ、はい、容易にこれ買えないわけよ。ものすごい高いですしね。まあものすごいってわけじゃないんだけど、うん、それでアメリカのさ産後、はい、つまりコダックフィルム、はい、あ、はい、それをさじゃあ買おうかっていう、まあ、黄金の時と同じに、はい、と思ってたんだけども、はい、まあ、よくよくちょっとね実験してみたの、うん、そしたらねカメラテストしてみたんですよ、はい、ね、そしたらね16ミリのキャメラテストしてみたら、うん、まあ、スーパー16っていうので我々は撮ってんだけど、うん、はい、これ、ね、全然ね遜色なかったのよ。産後の画像とさ、はい、極めてあれ、ね、細かさがいいところまで似てんだよ。そうなんですね。そうなのキメの細かさが、あの色の出方がさ、でそれで、うん、じゃあもうスーパー16でやれって、はい、そっちの方がやっぱりさコンパクトだし、いろいろ動かしやすいからカメラもね、はい、そういう機動力に、ね、優れてるから16ミリは。そうなんですね。それでねアメリカのキャメラじゃなしに、うん、まあ、ドイツ製のキャメラアルフレックスにしたんですよ。ドイツ製なんですね。そういうね、そうなの、いろいろあるんですよ我々の世界は。やっぱり、うん、一応曲がりなりにも科学芸術アカデミーですから、うん、そういうのあるんですよ映像っていうのはね。もともとそれやっぱり16ミリ、うん、スーパー16で撮るとさ、うん、やっぱりフィルムで撮ると色合いがね、うん、全然違うのよ実は。色っていうのはね、改めて、はい、聞いてほしいけどね、色ってね全部ね中間色なんですよ、うん、この世の中の色は、はいはい、それ原色なんかないんですよ、うん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 、実は、はい、だから着てるその赤いそのね、はい、うん、千鳥ですね、赤とグレーの千鳥のいい感じの、うん、スカートと合わせてる感じ、はい、うん、ジャケットと合わさって、はい、その赤もさ、うん、なかなかその渋い赤なんですよ、うん、ね、そうですね。でそれは中間色なんですよ、うん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 、本当の原色のレッドだと、うん、でもそれを例えばビデオカメラで撮っちゃうと、うん、デジタルで撮っちゃうと、はい、結構ね、はい、その黒との境界線のその千鳥のその横のその、うん、その間のね、うん、ここに黒の縁取りがありますね。黒の縁取りの部分がね、うんうん、パキッとね、あ、
あのなんていうかな、赤っぽく原色になんかなったりするんですよ。もうややこしい、そのうまく出ないんで、そのまんま出ないんですよ。デジタルってそういうものなんですね。レーザーってそういうものなんです。実は、はい、そのピクセル数がね、はいはい、まあ、あの、うんうん、横が4000粒で、はいはい、縦が2000粒、うん、合計2000×4000 で800万画素、はい、でそれが 4K と言われてるものなんですよ。はい、4K で撮るとね、それで色がパキッとする。だからその800万画素の1画素、うん、800万画素ありますけど、うん、ちょっと細かい話を沖縄 FM でしてどうかなと。まあこれも面白いけど、那覇の人は聞いてください。そうですそうです。あるいは地球上の人はみんな聞いてください。800万画素のうちのその1画素を顕微鏡で見てみたら、うん、やっぱりデジタルというのは一つの色しか出ないわけですよ、つまりは。はい、はいはい、それはだってもうその作られたその、うん、あの、く、あの、なんていうの、粒だから、はい、あの粒子だから、はい、自然の粒子じゃないわけだから、うんうんうん、だからそのちゃんと電気的に作られた粒子のその面積の、はい、ものすごい小さな小さな小粒の面積の中の赤なのか、あるいはピンクなのか、はい、オレンジなのか、はっきりしろよと。デジタルで判別してるわけですね。デジタルで判別してるんですよ、うんうん、だから どれかの色しか出ないですよ、うん、何かしか、うん、そんなものはね、もうクレヨンの色と一緒なんですよね、うん、もうそこにある色でしか、そこにある、まあ、そのまあまあ赤のくすんだ色なら赤のくすんだ色一色なんですよ、うんうん、でも本当はフィルムで言うと、その1ピクセルの中にもフィルムはの分子というのは、うん、もう何百分子入ってるんですよ、その中に。でそれぞれが色が違うんだ。フィルムってすごいですね。だから考えてみたら、その合わせ技の色として見えるわけですよ、はい、だから1ピクセルについての1画素についてのはい、はい、その、まあ、考え方が違うわけですよ、はい、その捉えられ方が、うんうん、発光してるされたから、うん、そういうことなんです。あ、じゃあやっぱりそのフィルムで撮った映像は現物に近いんです。その空気を間に入れ、あの介在しているその空気管の中から伝わってくるこの赤 の, その色素が、あのフィルムに到着するわけですよ、うんうんうん、もう高速でピョーン到着するわけですよ、はいはい、同時に拾ってるわけですよね、はい、でその色合いはこの人間 の, この見てるが 目, の、うん、目のこのセンサーとほぼ似たような感じで拾えるんですよ、うん、面白い。でそれデジタル の,、はい、あの目で拾うとちょっとこう何かに偏ってしまうんだね、うん、色が、うん、デジタルブルーはブルーで何かに偏るんだね。判別した色素しか出ない。そういうことなんですよ。そうなんですね。まあ、ちょっと講義が長くなりましたけど、いやいやすごい面白いです。むしろなので、その僕は最後の最後までフィルムにこだわる、うん、と思って、うん、多分ね、まあ他の人はもう東京でもやってないね、フィルムは。いやそうですね、やってほしいけどね、なかなか聞かないですね。007だってさ、うん、フィルムで撮ってんだよ実は。あ、そうなんですか。実は意外です。007こそなんかデジタル使ってそうですね。今アメリカはね、アメリカで、まあ、あれはイギリス製作ですけど、うんうんうん、多分半分以上使ってますよ。そのまあ、もちろん、うん、バットマンなんかもそうだしね。あ、確かにちょっと色合いが違いますね、言われてみると。バットマンシリーズもあれフィルムですけどね、うん、だからいろいろあるんですよ、そんないちいちさ興行するときに、公開するときにさ言わないですね、言わないですね、うん、でもアメリカは今ね、ちょっとこう元々のフィルムの映画の原点に変えろかなっていう、そのトレンドになってるんですね。あ、そうなんですね。だからまあみんな結構使い出したりしてる。いいですね。ところが日本はそんなトレンドもヘチマもないんだな。日本はこれから先難しいかもしれないですね。合理的にとにかく作るというか、うん、安く作ることしか日本は考えてないから、うん、だからね、結局デジタルキャメラで撮っちゃうんだよね、うん、そうするとさ、まあそれはコンパクトだし簡単だしさ、うん、パンパンパンで、うん、お金もかかんないしさ、やっぱりさ、フィルムでやるとさ、うん、現像しなきゃなんないし、うん、後でもう一回結局上映の時にデジタル変換しなきゃならないし、いろいろしなきゃならない手間がいっぱいあるわけで、ね、その手間賃がいっぱい、まあ、かさむわけですよ、うん、そういうことなんですよ。ああ、そうなんですね。でうちはもうかさんでもいいやいうことでもう16でやったんで。いやー、すごいですね。ああ、だから結構頑張ってるんですよ、あの撮影部は。いや、それはそうですね、大変だ。時代の色を出すにはね、やっぱりああ、そうですね、フィルムで、その話に戻るんですよ、うん、結局
そうですね、うん、だからあの変なちょっと昭和っぽいカラフルな色がこう色づき出すでしょ、うん、不思議な色合いだなってずっと思ってた。最初はねモノトーンぐらいの感じでちょっとした赤があったりとか、うんうん、そうですそうです、ね、ちょっと植木の、枝葉がちょっと緑っぽかったりとか、なんか割とねモノトーンからスタートするんですよ、うんうん、でそれがだん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 あの色づいていくようにあのわざとしてるんですよ。あ、うん、なのでだんだんなんかこう身近にどんどん感じてくるのはその色なんですね。だんだん時代が色づいてくるっていうか高度経済成長ってやつ、それに合わせたんだよ。高度経済成長の後はどうなんですか。後はもうあのもうそのまま現職のままいってんだけどね。あで最後はまあ別の現職のまま終わってんだけどさ、結局はまああのだからそれね10段階に分けてんの。10段階に。そうなんだ。そういうのもあるんですよ、まあですね、細かくね新いくつから新いくつまでとか、はい、それはの我々のちょっと、まあ、裏で約束ごとでいろいろ考えた綿密ですね。でその高度経済成長とともに日本が昭和し、はい、日本がその、うん、ギャーッと太っていくのと同じように、はい、薬剤一家もギャーッと太っていくわけだ。でそれで、うん、そのと合わせて色がバーッと色づいてくると色づいてきますね。こうなっとそういうのちょっとねあの沖縄の人なんかねしっかり見てほしいわ、うん、劇場で見てほしいですね。マジ劇場で本当に、うん、見ていただきたいです。見てほしいよ。まあそれいや沖縄の人だけじゃなくてもちろん、うん、あのねいや沖縄の人って結構ね色使いが激しい人多いよ。激しいですね。そうなんやっぱり色に敏感でしょ。だからなのもあるかもしれないですけど、うんうん、サイドがかなり豊富だと思います。ちょっとそのいわゆるあのこのね、うん、あの血の問題が、うんうんうん、血がそうさせるのか知らないけどさ、そうかもしれないですね血の違いがね、うん、いやなんかね原色に対してね、うん、とかいろいろこう色に対して敏感だと思うんだからね、うん、という思って言ったね。この変化がむしろ伝わりやすいかもしれないですね。そうそうそう10段階変化が。そうそうそう、うん、それで沖縄の人ではだけではないんですが、はいはい、リスナーからいくつか質問が来てるんですよ。そうですか、はい、いいですか。全然大丈夫です。もしパスの場合はパスと言っていただいて、全然大丈夫ですよ。まず一つ目、なぜ松本敏夫さんを起用されたのか。主演ですね。あのね、うん、黄金大都会終わってね、うん、EXILE のね、うん、コンサートをね、ドームコンサートをね、はい、ちょっと見に来てくれってプロデューサーから言われてね、あ、そうなんですか？招待されたんですよ、でもね、僕はあんまり踊りあんまりわからないかなっていうか、ちょっとね、適当に見てたんですよ、悪いけど楽しんで、それで終わった時にね、プロデューサーからね、はいはい、この中であの、うん、役者やってるのもいるんですよっていうのでね、写真渡されたんです、はい、改めてプロフィールを、うんうんうん、でそれでね役者もやってるんですけどこ の,、ま、このうちの松っていうのもあって、はいはい、それで紹介があったんでね、うん、写真だけですよ、はい、ほんでね覚えときますわと、うん、また今度ね何かで一緒にやろうと、うん、というふうな話をして、はい、覚えてたんです、はいはい、6年経って、はい、でちょうどやさぐれな顔してるし、やさぐれな顔ダンサーには見えないしそれで昭和顔してるし、してますね、でちょっとインテリヤクザみたいな感じもあるし、で髪ボッサッと刈ってやったら面白いかなと思って、はい、であんまりちょっとねガタイがすごくでかくて、うん、なんかもう初めから怖いさ、うん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 、やーさん顔だと、うん、なんかちょっとね作り込まれた感じがしちゃいますね、うん、そうあじゃあなのでちょうど合う形だったんですね、うん、だからそんなにさ、大きな人間でもないしさっていう感じでね、画題大きかったら威圧感がありすぎてさ、物語になかなか入っていけないですよ。そうですね、そういうのもあるしね。で彼はちょうどまあ昭和顔してるから、はいはい、それで選んだんですよ。そんだけですよ理由は。いやありがとうございます、はい、なかなかもともとがエグザイルのコンサートへ行かれたっていうのがね、きっかけとは初めて行ったの思わないです、ね、というかそれよりも東京ドームに初めて行ったんだ。え、そうなんですか。俺野球見ないからああそうなんですね。知らないもん、全然知らない。確かに野球の描写は一切なかったですね、映画のでもそれ東京ドーム初めて行って初めてコンサート見たんだ、うん、うーん、いや面白いです、そういった話は面白いです、うん、で、では次、ヤクザ組織をモデルにした映画としては今までのイメージと違う描き方かなと思いますが、はい、その点はなぜか。まあ
もう60年代のね、はい、人気映画とかあったんだけどね、うん、はい、そういう映画はね僕ら中学校の時にあんまり見なかったんだな。あ、そうなんですね。なんかね任侠の美学とかさ、うん、そういうもの言われた時代でね、はい、もちろん60年代の終わりには、うん、全共闘世代の我々のお兄さんたちの世代はね、はい、要は高倉健の空獅子ボタンにさ、はい、憧れてさ、はい、意義なしなんて言ってね劇場で騒いでるようなさ、はい、要するになんかこう人なんかが最後にピケオカミがさ、うん、その敵のさ大組織に殴り込んでいくなんていうところでね、うん、必ず映画終わるんですよ、うん、はいはい、それでさみんなさイエーイっつってさ、うん、ケンさんっつってさそういうなんか、うん、いわゆるね人形したね昔のその美学ノリのものがね、はい、僕らはあんまりねちょっと引いて見てたのね、はい、高校の時でも、はい、あんまりね好きじゃなかったのよ。あ、そうなんですね、うん、そんな美学はないだろうと、むしろそれはちょっと違うんじゃないのっていう風な気分もあった、はいはい、それでやっぱり70年代に入ってね、うん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 、今度は仁義なき戦いなんかを見るわけですよ、はいはい、ゴッドファーザーなんかを見てしまうとね、うんうん、それはねやっぱりヤクザ社会のリアリズムっていうものをね、うん、やっぱりこうふっとその時にこう入ってきたんですね。あ、それで僕らはやっぱり熱出たんですよ。それの記憶ですよね。そうなんですね。だからちょっとタッチが多分、はい、うん、その昔のその昭和 の、 その60年代 の、 その、うんうん、人気をした映画にはなってないと思いますね。私自身は作品の主人公は もちろん松本敏夫さんなんですが、うんうんうん、むしろすごく注目したところは時代そのものが一番重要なところなのかなと。裏歴史でもあるんですけど、うん、むしろそこ昭和の裏歴史だもんね、はい、昭和自体を体感できる映画だなっていうのはすごい感じたので、そこにスポットが、まあ、体感してもらうことが一番のテーマだから、うん、なんか生きるヒントがあるんじゃないのと思ったから、よくがぶしゃらに欲望のまま生きてんだからね、うん、そういう主人公たちを描いてんだから、うん、ああ今欲望のないでしょ、うん、ないって言いますね。ないよ、うん、欲が薄すぎるわ、うん、あ、本当ですね。そうなのよ、うん、なんかバシッとしたパリッとした、うん、ああいう服着たいなとかさ、うん、そういうの思わないのよ、うん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 、なんかもう この服でいいわとかさ食べ物もそうなのよ、うん、なんかさすごいもう1万円のステーキ食ってやるわとかな、うんうん、そんな気にみんなならないんだよね。欲がないんだよ。満たされてるからなんですかね。いや、なことないね。そんなことないんですか。諦めてんだよ。一番辛いですね。諦めてんだよ。諦めてるっていうのは1万円のステーキなんか食うよりもなんかこっちでいいわみたいな、うん、十分だわみたいな、うん、でその欲がなさすぎると思ってね、はい、それはもう昭和の人間ってみんな僕らも含めてだけど、うん、お父さんもそうだけど、うちもそうですよ。やっぱりね、欲の限り生きたよまあああれですけど、その善悪今関係なしに話をすればね、欲の限りみんなね、うん、やったんですよ、はい、それヤクザ社会だけじゃないですよ。政治家もそうだし、うん、企業家もそうだし、うん、大企業もそうだし、はい、本当にもう隅々まで欲の限りですよ、うんうん、そういう意味じゃ格差を生むのも昭和が元だし、うん、何にしろ昭和 の、 その89年まではの、うんうん、その戦後というのはね、うん、ものすごく時代としてヒントになると思います。そうですね、かなり目まぐるしく彩りは変わる時代ですよね、昭和の戦後って。映画を見るとすごい伝わってきます、うん、だからそこで生きたやつらの話だからね、うん、なかなかちょっとやそっとでさ這い上がってこれない社会でもあったわけで、うん、時代でもあったわけですよ、うんうん、そう簡単にみんなさ、はい、みんなお金持ちになってさ、はい、裕福になってさ、あるいは社会が平和になってとかさ、うん、そうでもないんだよ、うん、それはもういろいろ差別がさらに広がりさ、そうですね、うん、でなんかその醜いものやさ、うん、なんか汚れたものがさ裏に回っただけでさ、うん、表に目立たなくなってさ、なるべくみんな中流だとか言いかけたけどさ、うんうんうん、実は中流なんか嘘でね、うん、みんなさ明日の生活が必死でさ、うん、自分たちのまあまあ夢だけ追ってね、うん、実現のために頑張って必死で生きたわけだ、うん、それはね
だそういうな、まあ、生々しい、ね、うん、中で生きたわけですよ。でもそれは欲があったからだね。あ、そうなんですね。そういうのをね、うん、欲望があったからが、うん、わけだからね、うん、今は本当の若いうちらの若い衆でも良くないねんな、うん、おいステーキ食いに行こうか斎藤っつったらさ、いやいいです、そこの牛丼でいいじゃないですかとか言うんだよね。ずいぶん良くないですね本当に。そうなんだよ、意外です。20いくつの子にさ、なんでだろう、一番下の助監督さんに、そうなんですね、いやいいですよなんて言うんだよ。 なんでいや、それは監督にさ、払わせるのが悪いとそれ遠慮してんだよ。いいじゃないかと俺が言ってんだからみたいな、はい、俺だって金持ってるわけじゃないんだけど、たまには行こうかってさ。むしろね、食べさせてあげたいっていう気持ちもありますしね。いや僕はもう食い逃げしてでも食べたいですとか言うのかなと思ったけどさ僕らの若い時でそうだったよ、うんうんうん、先輩にたかってさ、ね、まあ、金なんか何もないんだからさ、うんうん、そうなんですよ、もう美味しいもん食べなかったよ。そうなんですよ、ステーキ食べさせられる、ステーキ行きましょうなんて言ったよ。そうなんですよ、そんな連れてってくれる人がいたら私は今でもそれはショーだよ、どんどんついてきますよ。それはショーだよ、ショーだよ。行ったことない店とかどんどんついてちゃう。いいね、服なんかこの服買いたい、着たいなとかあったよ、うん、うわ、いい、高いな、ちくしょう、この革ジャン着たい、なんとか、うん、よし、なんとか、なんか何でもいいからよし、なんか稼ぐぞとかさ、なんかそういう気分あったよ。私今でもありますよ。いや、あるんだけどもそうですね、ちょっとさ、 その志がまだまだ低いよ、うん、そうですね、そうなんだ、映画を見てると、それでもなんかさ、楽天で買った方が安いんじゃないかとか思うでしょ、それ思います。それはさ今なんだよ、全部比べて全部比べてこれぐらいの差だって、ね、アマゾンで これ安いから買っとこうとかさ、うん、そんなばっかりやろ、もう全部値段を比べてね僕はそれはね違うと思います。そうですね、だからね、生きるヒントはこの映画ボライにあると思いますよ。12月12日公開の、はい、そうですね。あ、じゃあこちらの質問、監督の今の楽しみは何ですか。いや僕はあれですよ、生きてること自体が趣味だから。あ、そうなんですか。あ、僕趣味ないのよ。え、うん、趣味がないんですか。好きなこといっぱいありそうですよ。ない、趣味ないんですよ。朝起きてさ、うん、何しようかななんて、うん、思ってるだけだよ趣味ないんだもん今じゃあすごくお忙しいじゃないですか。いやいや、それはキャンペーンであっちのラジオ、うん、こっちのラジオ行かせてもらったりしてるけど、ほんでまあいろいろ好き勝手にさ、うん、うちらの映画の内幕を喋ってるだけでまあこんなもんは趣味みたいなもんですから、他に何もないんですよ、俺は。そうなんですか。珍しく、でもこのアウトローを描こうとか、ブライを描こうとかっていうきっかけ的なことは、うん、きっかけは別に僕ヤクザになりたかったわけじゃないですからね、うん、それは監督のご趣味では、そういや、それはあの描きたかったのは、うん、前からや、もう、あ、そうなんですね、20年ぐらい前から思ってたんだ。あ、20年前から。それはやっぱり仁義なき戦いとか見てきてる世代、うん、北陸代理戦争とか、はい、ね、うん、県警対組織暴力とかさ、うん、もうとんでもないタイトルの映画見てきてるわけ。そうですね、東映の映画ですよ。 YouTube チャンネル見たらその映画はもう絶対見なくちゃって思いました。あ、抑えた方がいいよ、うん、業界の人は抑えた方がいいよ。12日までに見ます。業界の人はね、女優さんも男優さんも抑えた方がいいよ、はい、見て、うん、みんなオーバーな芝居してるけどね。いや、やっぱりでもそれを踏まえてじゃないですかオーバーな芝居してはんねんけどね、うん、でもね、松川さんなんかね、はい、梅宮達夫さんなんかね、うん、いい芝居しはりましたね。当時の役者さんのお顔ってすごく皆さんしっかりした顔立ちをされているから、うんうん、そうね、うん、まあ、松川さんはちょっとまあ元からちょっとオーバーな感じっていうか入れ込み型ですけど、梅宮達夫さんはね、うん、クールな演技するんだね。だから仁義の冒頭でもさ、はい、素晴らしいんだよな。肖像わしはここで今から腹切るけ、うん、ああ適当なところで監修に呼んでくれや、はい、もし生きて病院にあれしたら後でシャバに出るのも早くなるからとかいろいろ言うんだよね、はい、そのとんでもないシーンがあるんだけど監獄の中で、はい、それをあれだ
あの菅原田文太さんが、はい、うん、聞いてるんだよね、はい、それで今何もここには何もないから、まあ、今日二人で、まあ、ちょっとあの杯兄弟杯しようやっつってね、うん、何もないけんあのこれでお互いのチーススローやっつってさ、うん、なんかさ懐からさ囚人服のこの袖口からさから、はい、忍ばせていたさ、はい、あれだカミソリ、はい、怖いカミソリ出すんだ、それでさ、はい、これでお互いのチーススローやえてピャッて腕切り合うんだよね、それでお互いこうちょ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 ないからお酒がね酒がないからって、そしたらそこにベン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 って音楽がテーマソングがなんだよね、ほいで今からわしは肖像よ腹切るけんで、そのカミソリで、そのカミソリでいいところで感謝に叫んでくれや、はい、いや間違ったら、もし間違って苦しむようなら人思いになとか言ってとんでもないセリフ言うんで、それがねリアルでね、リアルでって当たり前だけど、はい、いやもう本当に梅宮さんはもう本当にもう監獄に入ってた経験があったのかなというぐらい本当にねやっぱりうまいんだ、あの人も僕大好きでね、お亡くなりになる、僕は油絵でね、はい、なんか出てほしかったですね、もうまあごめんね、もうご老体でね、ちょっと体もちょっと弱ってらっしゃったからねって聞いてたから、そうなんですね、本当にねいつか仕事したかった人だな、だから僕セリフの中でも入れてるんですよ、す、ね、おい仁義の戦い代理戦争見たかっつって、はい、出てます、ね、目宮達夫かっこいいんだよなとかって言わして、ちょっと言わしたかった、言ってますね、あの浅香健鉄さん出てるじゃないですか、個人的な話なんです、はいはい、浅香君、私もともと浅香君が言ってんだよ、そうですそうです、私アクターズクリニックでお芝居勉強してるんですが、はいはい、浅香健鉄さんと一緒にお芝居したことがあって、すごいご活躍されてるので嬉しくなって、彼はあれですね、この一家の、主人公一家のずっとね子分ですね、はい、一の子分みたいなことだね、すごくみんなかっこいいですが、浅香さんも活躍されててとても 活躍してんのかね、あの人何やってんだよってそうなんですか、映画の中ブライの中で相当ご活躍ですよ、そ う, そうそう、なんかユンボでしたっけ、ユンボもユンボで突っ込むシーンとかね、そうですよ、あそこはもう派手なシーンがあるんで、最高ですよ、インベーダーゲームのところですよ、そうそう、インベーダーゲーム屋に突っ込むんだよ、はい、では、ちょっと駆け足になりますが、次の質問いきます、はい、今の時代は何の時代だと思いますか、このね、映画の中でこう出てくるじゃないですか、昭和は欲望、欲望の時代、うん、で平成の、うん、平成の30年間はね、はい、まあ虚妄ですね、うんうん、まあ、昭和の後始末をしたような、はい、うん、尻拭いをさせられたような、あの平成時代だったな、だから平成に育った男の、育った若者たちはさ、うん、失われた世代ってね、うん、みんな言われるでしょ、うん、今はね一言で言えばね、まあ、もちろん過去になってないのでね、あれですけど、もちろんあれですよ、平成のそのままだけどね、うん、大して何も変わってないんだけど、変わってはいないです、延長だけどさ、うん、本当にね、一言で言えばね、うん、閉塞の時代ですね、閉塞、うん、息が詰まりますね、そうなのよね、うん、周りを気にしてみんな暮らすでしょ、うん、で誰かさ、ね、SN でなんかさ、そうです、発信するとさ、うん、でその発信もね、はい、そのいいねを求めた発信なんだよね、うんうん、何でもね、うん、で自分を認めて申し上げたいっていうので精一杯、うんうん、そういうね、でそのだったらもうちょっと大きく何かつぶやき、うん、叫べばいいのにね、うん、つぶやくでしょ、そうなんです、でそういうね、何もかもがね、うん、こじんまりしてしまってね、うん、で結局ねいいねって言われたらね、うん、あ生きてる心地がやっとしたみたいなぐらいでね、つながっている感じなんですかね、つながってないね、本当はね、だから全然つながってはいないですけど、閉塞した時代っていうかね、うん、だからでしかもまあね、まあ、アメリカのことを偉そうに言えませんよ、うん、分断社会になってますよ、そうですね、やっぱりもっと今お互いがお互いをね、うん、寛容してあげないとダメ、はい、うん、僕はいつもそう思ってるの、お互いがお互いのことをね励ましてあげないとダメ、うん、あ、いいですね、そのいいねじゃダメなのよ、はい、
あの励ますというのはね、うん、激励叱咤ですよ。叱咤激励、あ、叱っても叱咤も入るんですね。そういうことですよ。それで初めて激励なんですよ、はい、あ、激しく励ますんだから、うん、その、うん、だからあの前こうだからこうした方がいいよって言ってね、はい、そのいいねじゃないんだよ、うん、叱咤激励だ、そのやっぱりね、あの言うときは言うっていう、うん、そういうお互いの関係をね、はい、それはあのしてほしいねっていうか、うん、今の時代に足りないものはそこだと、そうですね、確かに叱咤されることって、うん、それで、まあ、前回も言ったじゃないですか、はい、あの怒ってくれる人いないとかさ、うん、そうなんですよね、でみんななあなあだよ、うん、そう思います。ほんでさ自分もさなるべく怒られないようにとかさ、なんかこう遠慮してきてんだよ、怒られないといいなって思います、欲がないんだよ、はい、でそこでこの私ここに監督のコメントを、はい、あのサイトで見つけまして、はい、本作もどん底から這い上がり、うん、昭和の欲望の昭和を生きたアウトローたち、はい、その一家の反省を描いています、疲れた大人、夢を失った若者、そして自分にもくじけるなという映画です。そうなんですね、くじけすぎてんだからさあこの12月12日に公開のブライ、ぜひ皆様映画館でこの時代を体感していただければと思います。なんかヒントがあると思うな、イギル、ぜひお楽しみください、監督どうもありがとうございました、はい、2週にわたってとても楽しいいい経験になりました。劇場へね、うん、もう勇んできてください、スカラさんに伺いたいと思いますではまた皆さん映画の話をしましょうね。おねぎりでした。